ザムトゲマインデノルト系ディンゲンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク先州、シュターデ軍北西部のザムトゲマインデである。ザムトゲマインデノルト系ディンゲンは、エルベ川沿いに位置し、バリエ、フライブルク、エルベ、クルンメンダイヒ、エーダークバルト、ビッシュハーフェンの5つの町村で構成される。ニーダーザク先州の地域、行政改革の圧力化。 上記の町村は1970年12月28日に、それまで計画していた単一自治体への合併を断念し、1971年1月1日にザムトゲマインでノルト系人間が発足することとなった。このザムトゲマインでの議会は21議席からなる。議会には、これらの議員の他にザムトゲマインで長が加わる。ザムトゲマインノルトケリンゲンのザムトゲマイン長は、 2020年からエリカ・ハテッケが務めている。2019年11月10日の選挙では対立候補がおらず、彼女は95%の票を獲得して市長に選出された。この選挙の投票率は35.1%であった。ハテッケは2020年5月1日からザムトゲマインデ町に就任した。過去の市長赤字で、気分は緑色。金の椅子に座り、 銀の衣服をまとい、金の冠をつけ、後輩を背負った、聖母像。その左手には、銀の服を身につけ、後輩を背負った幼児 s を抱く。また、右手には、銀の花をつけた緑の茎を持っている。エルベフェリーザムトゲマインでノルト系人間内には、カールマイヤー AG、ゲルハルトローデハイカン GMBH&CO、GM KG 及び、 エルベフェリーグリュックスタットイコールビシュハーフェンといった大きな企業がある。ビシュハーフェングリュックスタット間のフェリーはハンブルクよりも下流で自動車がエルベ川を渡る唯一の手段である。ザムトゲマインデないには4つの基礎家庭学校がある。またフライブルク、エルベには特殊学校及び本家庭、実家学校がある。ありがとうございます。